の信号見てるね。あ、ほんまに言うと、うん、これ見ていい、これ、うん、どこ、全然分かれ、400m 先さっぱりだな。今日はトアとゴー君と私とノンとノンの彼氏とオープン戦を見に行きます。オリックス対阪神、ドジャースとパドレス見に行きます。大谷翔平を見に行きます。一平さん見に行くやろ。一平さん見に行く。もう帰ったやろ。うん、ごらんよ。水原ニュージーランド。どこに帰ったん。どっかに帰ったって言っとったね。世間お騒がせしております。どうもすいませんでした誰やね知り合い全然道がわからん。これ左、これ左行ったら元の道路か。これ間違えてん道を。あ、あそこ降りて上がんかったん。ちゃう、曲がるとこ間違えて。試合って3時間ぐらい。うん、うん、短かったらもっと早い。そうなん。パンパンパーンって決まったら2時間ぐらいで終わる。2時間ちょいとかで終わる。そうなんや。ほう見とけるかな私。で、飲み物買ってマクド買えたら買って。マクドどこに売っとん？イオンの中？もう近く。あ、そうなんや。うん。やからめっちゃ多いね、うん、人。マクドが？あんなとこにマクドがあるからめっちゃ人多いね。もうほんま入り口にめっちゃ近いもん。あ、そうなんや。球場の入り口のすぐそこや。買えるかな？ゴリゴリ楽しみや。割と時間が押してんだよね。うん。ノンたちもう座っとんやろ席。余裕で。早いな。4時には着いとったもん。ユニフォーム買った言って。そうなの。今年の変わったまた。いや、ホームユニ。ノン今までずっとサードユニしかなかったけど。またやで。右車線を切って。右折レーンもあるやろ。だけど一応右折って。チームの名前でしか覚えてない。あ、見えてきた正面。そうやで。あれちゃうで。え、あれちゃうで。正面なくね。あれじゃないよ。え、あそこドームあるやん。あれちゃうやん。 あるやん。見えとうやん。ほんまやん。あるやん。めっちゃ向こう怖いけど建物の。お前はドームやん。ドームやね。それは思っとった。なんかめっちゃでかいな。投げるかな。勝つかなじゃない。どういうこと。投げるかな。あ、投げるかな。じゃあ投げるかな言うと。じゃあ負けるかな。いや、勝つかな。勝つかなやろ。頭の中にあれランディーバース頭なった。でもだんだんあれじゃん、みんな調子上がってきたんじゃん。右寄った方がいい。うん、どうなんやろな。サトテルが調子ええからな。なあ、うん、サトテル調子良かったらチーム調子ええやろ。みえちゃんみたい。ミエセス。あ、でも今日あれか、 DH 制御。え、わからん、どっちなん。あ、でもこっちホームやからつくんじゃん、DH。なあ、ランディーバース出たらお前。あ、出るかな。おお、すごいすごい。京セラドーム到着です。やんな。だよも言うても阪神ファンは俺だけやからさ。そうやで。4番目な。4番。どっちが4番？ここ2番。4こっちや。あ、4こっちや。え、ちょっと待って、入場ゲート。ゲート4こっちや。こっち。多分ゲート4。すごい人でございます。ほら、ゲート4。うん。
おいで。しんど。阪神ファン俺だけだからさ。でもさ、今すれ違った人たちの中でさ、阪神ファンの人おらんかったやんな。あそこおる。ほんまおるから。そう、あの家にも借りと、借りと。借りるちゃう。いいよ、買って帰ったらいいやん。置いてないわ。サイズがないよ。え、売ってないんここ。売ってないよ、阪神のやつ。そうなん。じゃあ前オリックス方面に何で会いても。あ、そうか。はい。どこだ。ここ。入ります。今から行ってきます。なんかピアスとか入っとんけどいいかな。大丈夫やろ。はい。はい。行ってきます。大丈夫。あ、忘れてた。